さて、ということで伊勢屋口駅を見てきました。普通ならね、こっからね、あれするんやったら、ここで折り返してね、そのまま電車に乗っていくっていうのがセオリーなんでしょうけど、今9時19分やから、9時35分ね、電車に乗ってきゃね、普通に行けるんじゃないかってことなんですけどね、やはりね、それではね、あれですしね、まあまあ時間もありますからね、この11時半までね、の松阪行きで乗ってこうじゃないかって思ってるわけです。じゃあお前2時間も何をするのかって言ったらですね、せっかくなんでね、駅間散歩をやりましょう。ということでね、さあ、こっからですね、駅間散歩シリーズでやっていきたいと思います。ということでね、伊勢奥津駅からね、日津駅をね、ちょっと駅間散歩してみようじゃないかということですね。まあまあね、ローカルのね、一駅区間って相当あると思いますし、でね、山道なんで大変かなと思ったんですけど、ちょっとね、ダイエットもしないといけないんですよ。というのはね、これ、5月24日に撮ってるんですけどね、我々ね、ちょっとね、いろいろな事情がありまして、最近ね、毎日ね、中を食べてるんですよ。中尾でもね、普通に牛丼とか食べとりゃね、良かったんでしょうけどね、ちょっといろんな大人の需要がございましてね、7種のチーズ牛親子丼っていうのをね、これをね、毎日ね、1日1食1食ね、食べているんですね。そうするとですね、お財布にもまあまあ効いてくるんですけどね、それ以上にですね、このね、7種のチーズ親子丼、美味しいんです。美味しいんですけどね、ややね、コレステロールはたっぷりなんですよね。カロリーがね、かなりたっぷりなんですよね。親子の、ね、卵にね、鶏肉はまだね、ヘルシーですけどね、卵、たっぷりの卵にね、たっぷりのチーズが乗ってるわけですから、これはね、なかなかなもんなんです。ということでね、ちょっとダイエットも兼ねてね、歩いてみようじゃないかということで、まあ、聞いてみたら、今ね、かつてね、店員さんに聞いてみたら、まあ、30分ぐらいで行きますよということなんでね、まあ、地元の方がそういうなら行けるでしょうということで、やってみようと思います。ちなみになんか、こんなところに、お食事屋さんとかもあるんですね。ただね、私ね、一つだけね、これね、大きなミスを犯してるんですよ。私ね、途中でね、ATM で下ろそうと思ってたんですよ、そういや。なんですけどね、考えてみたら、こっちの方に来たら、カード使えないじゃないですか。基本現金しか使えないじゃないですか、こういうね、地方の方に来たら。ね、それをうっかり忘れて、そのまま、アクセスいいや、って言ってね、ほいほいとね、この沖津駅前ってところ、伊勢沖津前来てしまったわけですけどね。ここは旅館をやってたのかな、ちなみに、もう駅名を見せるものかみたいな感じでは当たりますけど、名張駅前に、あ、名張まで行ってんだ。朝一、7時11分に、名張駅前まで行って、次は18時53分。これは、飯垣ってどこなの？飯垣って言われてもピンとこやん。名張ね。飯垣うち、あ、これ、いいカイトかな、いいカイトって思うかな、ここら辺なんですよ、途中なんですね。これはこれ乗ったら大変だ、ここで降ろされたらもうどうしようもねえぞ、よし、やめましょう。で、わバッテリーがちょっとやばいけど、まあ途中で多分切り替えながらやると思います。ああ、出そうだ、これね、ピッチのアンテナ、もはやね、うちのチャンネルのメインコンテンツはピッチのアンテナ探しですからね。何をしに来たのかよくわかりませんけど、ちゃんとありますね、ピッチのアンテナ。これね、ピッチのアンテナだったやつですよ。DDI ポケットっぽいけどな。ちょっといいかな。ぐるっと回って。ああ、もう、何も書いてないですけどね。この感じは多分 DDI ポケットっぽいけどな。ね、パラプラアンテナ、B、ね、と一緒になってるね。こういうパターンもあるんですね。奥には基地局見えますけどね、でっかい。あれは携帯電話用のやつですけどね。よし。さあ、ってことでね、では駅間散歩ってことでね、ここから伊勢奥津から質までね、歩いていこうじゃないかと、思いますよ。本当に30分、まあどっちにしろね、月2時間来ませんからね。多少ね、1時間くらいかけてもね、ゆっくり歩いてもね、問題はありません。ちょっとなんならもう一駅先まで歩いても行けるんじゃないかなって。そうすると、伊勢奥津の手前が何でしたっけ、伊勢鎌倉、あ、鎌倉の前に、谷地がありますね。伊勢谷地。あの駅舎もね、良かったですからね、あそこまで歩いてもいいかもしれませんね。
2時間あったらそこまでぐらい辺ぐらいまで歩けるんじゃないですか。ちょっといい加減ね、本当にね、体重がね、一時期ずーっと痩せてたんですよ。見事に全部リバウンドしましたね。78キロまで見事に戻ってね、今マックスまでまた行っちゃいましたんでね。これはどうにかしないといけません。ああ、でも、えらい。昔ながらの作り、多いですね。なんか公衆便所の州の地域もなんか昔ながらの感じですよね。これは絶対後から作ったやつでしょうけど。で、伊勢沖津駅も94メートルってね、まあ、なかなか細かく行きましたね。ね、別に普通に100メートルで公衆便所200メートルにすりゃよかったのに、なわざわざこの表記にしたのは何なんでしょうね。不思議ですね。三滝の桜とか4キロぐらい先行ったらあるらしいですけど、まあ、ちょっとね、こっちの方に行くとね、いや本当にね、あざと大変になっちゃいますから。あ、でもあ、なんかちょっと見ておくのはいいでしょう。まあ全然余裕ありますから、まだまだ余裕あります。本当はね、こっちをスーッと行ったらいいらしいですけど、このね、小売店とかって感じがね、まだだってこれ一市郡三郷三杉村になってますよ。三杉村になってますからね、おきつ。すごいですね、大正の集金所とかで、昔ながらでとかこういう風に並んでますね。すごいですね。今はもうお店をやられてないのかな。タバコ定価表、すげえ。ベンソン&ヘッジズ、ベンソンヘッジズ売って260円で売ってたりしてたんですね。セブンスター180円ですよ。セブンスターセッターが180円、うわー時代ですね。でエコー90円です。それはね、昔の人はね、気軽に吸えましたよね。今、セッター400円とか500円くらいしますもんね。いやー、すごい。でも、なんか懐かしいものいっぱいです。ああね、フィルムとかね、これも、私が知ってる人世代前のやつですもんね。これなんか何に使うやつなんだろうな。あれかな、セメント溶かしたり、なんか溶かして、こう、塗りつけたりするようなやつかな。でそろばんもこれ下が5個ついてるやつですよね。今のやつは4個ですからね。面白いですね。タバコ買い受け帳とかね、昭和2年だもん。これ本物でしょうね。すごいな。ちょっといろいろとこっちの方もちょっと見てきましょうか。せっかくですからね。伊勢本街道はこっちなんだ。その本街道これなの？ちょ違いますよね。これじゃないですよね、さすがに。これはだってもはや道という手を成してないですけど、あれでも一応案内あるからこれ道なのか。すごいな。ああ、でも、こっち側景色いいですよね。よいしょ。マスク再生としてね、ちょっと歩いていこうと思いますけど、テクテクとね、この辺りも、置きつやろとかってなってますもんね。宿場町だったんでしょうね。昔からのちょっと旅館みたいなところもありましたもんね。今ね、駅前のところらへんとか。ねえ、これはいい感じのね、街並みじゃないですか。もうこっから先はすぐに、細かく書きますね。公衆便所70メートル、伊勢福津駅は 0.1 キロって、30メートル差なんですけどね、もうこの この書き方もう一緒のところって、ね、書いてもいい気がするんですけどね。そのね、手前の左側に映ってるのが公衆便所で、ここが駅舎ですからね。まあなんかあれですね、そういうところしっかりとなんかやりたいんでしょうね。ホトトギス鳴いてますね。これは何、銀行跡。百貨銀行興津支店、伊勢本街道を生かした島津水教育。どれが銀行跡だ。もう
れですよね、建物はないんでしょうね、ここに銀行があったんでしょうね、昔は。ナバリまで29キロで、川上っていうのはちょっと分かりませんけど、5キロで、これね、気温ちょうどいいくらいですよ、本当に。これ夏だったらちょっと暑いでしょうけどね。あ、でもちょっと当たってきた、ちょっと当たってきたかな。ちょっと確かにね、雲は多いのは多いんですよね、雨雲が。ここなんかも、昔ながらの宿って感じですよね。あ、ちょっと当たってきたかな。ちょっと当たってきましたね、これ。あ、どうしような。とはいえ、2時間そこでボケてしたのも嫌ですしね。あ、ちなみにね、当たり前ですけど、いつものことですけど、傘は持ち合わせておりませんからね。何を自慢して言うことやっていう話ですけど。あ、こんなところに郵便局がある。これは何？三杉郵便局？え？何郵便局なんやろ。集配局みたいですね。今日もやってるみたいですね。あ、この三重交通のやつって、西局で見かけるあれか。あ、西局からこっちに運んどんのか。興津郵便局。ATM はやってないか。ATM は、あ、いや、ATM、あ、うん、うん、日曜日はお取り上げとかしてませんでしたね。ちょっと広いなと思ったけど、興津1って書いてあるわ、これ、集配局なんだ。だいぶ、四日市とはだいぶ様子が違いますね。なんか、平和な感じですよね。だいぶね、こういうところも減っちゃいましたけどね、通話、基本通中央にだいぶ集まりましたからね。興津は、興津局って何？三杉とかあの辺りを全体的に見とんのかな？まあ、この辺り三杉町ですしね、もともと。こっからもうちょっと先ずっと行ったところだったと思うんですけどね、一つね、いいところがあって、なんかね、足湯がね、無料で入れるところが、施設があるんですよね。前に行った時に撮ったかな？多分ね、カメラ持っててなくてね、ちゃんと撮ってない気がするんですけどね、あったらね、こんな感じって。多分写真ぐらいはあると思います。こんな感じのところがあってね。あれね、よかったです。無料で使えるんですけど、ちょっとね、閉まる時間が早いんでね、早いうちからね、向かってた方がいいと思いますけど、そう、ちょうど私がね、やろう一人で行ったらね、親子連れというかね、お母さんと、おばあちゃんと、お孫さんね、女さんに水いらずって感じでね、お孫さんまで小学生ぐらいでしたけどね、のね、ところが気取ってね、一緒にね、使っとったらね、店員の人がね、普通にこれで家族連れと思われとったっていうね、まあ、そりゃそうですよねっていう、いや、たまたま来た時間も同じぐらいに来とったんでね。ね、そんなこともあった、ところですけどね。いや空気はいい、もうね、言うまでもないですけどね、本当に空気ですね。ちょっとただ雨がポツポツ来とるのは気になりますけどね。ちょっと駅前ぐらいまで戻った時に一回切ってね、ちょっと天気予報を確認してみましょうね、はい。さてとね、実はカメラは私の買いましたけどね。さあ、一応ね、雨はね、大丈夫みたいなんでね、あんまり気にせずに行こうと思います。で、本当にこれ、伊勢本街道これなのか？ん？これだって完全に、これですよね。人んちの敷地ですよね。こっちは伊勢本街道って言いたいんでしょうね。あとでちょっとまた詳しい方はね、教えていただきたいです。あの道行っていいんだよってね、言うんでしたらね、行きますけど、あれ完全になんか、ね、個人の敷地内って感じですからね。一応、ちょっと、遠慮しときましょう。